カエールの歌ある年末でのことです会社の先輩からこんな誘いを受けました年末年始は実家に帰るんだけどよかったらうちで一緒に年越しししない面白い行事があるのよ一回見せてあげたいなと思っててさその人は年齢も私より上でしたが とても気さくに接してくれる方で、入社した頃から何かと可愛がってくれていました。仕事でもプライベートでも面倒見がよく、いろいろと連れて行ってもらったりしていたのですが、遠出の誘いはこれが初めてでした。せっかくの帰省、ましてや年末年始にお邪魔するなんて悪いなぁという気持ちもありましたが、 気にしないでおいでよと言われ、私自身は実家に帰る予定もなかったので、誘いを受けることにしました。詳しく話を聞いてみると、12月の29から31日の先輩の町では行事があるようで、年越しがてらそれを見においでということでした。会社は29日で終わり、 休みに入るのは30日からです。行事について尋ねてみると、私の町で毎年やってるんだけどね、町の人たちの中から一人が選ばれて、その人のために行う行事なの。0時を回ってからやるから、正確には30から元旦までの3日間になるわね。深夜に そんな時間に何をするんですかそれは見てからのお楽しみ。今年は私のお母さんが選ばれて、もう私もお父さんも大喜びでさ。そうなんですか。よくわからないですけど、そんな時に私がいたらやっぱりお邪魔じゃないですかいいのいいの、うちの家族は気にしないから。 のんびりしたとこだし、気軽においでよ。まあ、休みは30日からだから、初日のは見れないけどさ。具体的な内容はわからなかったものの、なんだか興味をそそる話でした。私がその行事について気になってきたのを察すると、もし最初から見たいなら、29日仕事終わりにそのまま行くってことでもいいよ。 私としても最初から見せてあげたいしね。年一回しかない上に、今年はやっとうちのお母さんが選ばれたからさ、と言われました。できたらそうしたいとこでしたが、あまり甘えるのも悪いと思い、結局30日に向かうことになりました。先輩は少し残念そうでしたが了解してくれ、30日から1日まで、 私は先輩の実家で過ごすことになりました。当日朝9時頃から先輩の車で目的地へ向かいました。先輩の実家がある町は私たちの住んでいるところから車で3時間ほどかかります。道中はのんびりと会話しながらどんな行事なんだろうとワクワクしていました。 しばらくして景色が変わってきた頃、先輩がこんなことを言いました。昨日雨降ったよね。言葉の通り、前日の29日は深夜まで雨が降っていました。流れを切っての発言というわけでもなかったですし、何でもない話題なんですが、どこかに違和感があるような、そんな感じがしました。 降りましたね。今日はやんでてよかったですよね。行事は雨が降ってても大丈夫なんですか一応は平気。昨夜は予定通り行われたよ。実はさ、私昨日から帰ってたからもう大変だったのよ。会社からそのまま実家向かって夜中にそれやって、終わったらまたこっち戻ってきてあんた迎えに行って。 ああ、今すっごい眠い。そう言って大あくびする先輩には先ほど感じた妙な違和感はありませんでした。そうしてまた何でもない会話をしながら進んでいき、やがて目的地に到着します。ちょうど12時になるぐらいの時間だったと思います。車を降り、 先輩の実家の方へ面をやった瞬間、ぎょっとしました。先輩の実家は古いお屋敷みたいな広々とした家だったんですが、家の前の庭に水たまりがありました。鯉を飼ってる池のような大きさのです。自然にできるものでもそのぐらい大きくなるのかもしれませんが、 そこにあったのはどう見ても不自然なものに思えました。泥水を張った風呂場のような、そんな感じだったのです。これは一体、と戸惑っていると。これも行事に関係してるのよ。とりあえず落ちないように気をつけてね。結構深いから。と言われ、不思議に思いながらも、ひとまず家の中へ案内してもらいました。 中へ入ると、奥から女の人が駆け寄ってきました。遅かったねあ、この子がお客さん先輩はそうだよと答えながら私の方を向き、その女の人が母の姉だと教えてくれました。私が挨拶を済ませると、昼食ができてるからと奥の方に案内され、 お昼をごちそうになりました。食後には今にいた先輩の父とも挨拶を交わし、先輩が昔使っていた2階の部屋に案内されました。部屋に入って一息つき、ふと窓から外を眺めると、あることに気づきました。隣近所の家が何軒か見えるのですが、 庭に大きな穴のある家がいくつかありました。水たまりではなく、ぽっかりと大きな穴が開いているのです。気になって先輩に聞くと、ああ、あれは選ばれるのを待ってるお宅ってことなの。穴がない家は一度家族の誰かが選ばれたか、今は必要ありませんってことね。 選ばれた家はさっき見た通り穴に水を入れて大きな水たまりになるの。選ばれた人は大変なのよね。お母さんも今準備中だからうちにいないのよ。ということでした。今思えばこの時からなんだかおかしな空気が漂っていたような気がします。先輩の説明を聞いても 何が行われるのか全くわからない。当初はお祭り気分で楽しめるような行事だとばかり思っていたのが、何か異様なもののように感じ始めていました。とはいえ、そんな失礼なことを言うわけにもいかず、私の考えすぎであることを願うばかりでした。 その日は行事が始まる時間までのんびりしてようということで、前日ほとんど寝てなかった先輩は寝てしまい、私は先輩のおばさんと話したりして過ごしました。夜になって夕飯やお風呂を済ませ、あとは行事が始まるのをじっと待つだけとなりました。この間、先輩のお母さんの姿は一度も見ていません。 11時を過ぎた頃、事態が動き出しました。4人でたあいもない話をしていたところ、電話が鳴りおばさんが出ました。10分ほど話して電話を切り、先輩と先輩の父には、そろそろ用意だから行っておいで、と、私には、〇〇ちゃんはここにいよっか。私も一緒にいるから、 と言いました。何もわからなかった私は「はい」と答えるしかなかったですすると先輩がムッとしたような表情でおばさんに近づいていきましたそしてなぜか険悪なムードになり突然2人の言い争いが始まりました「おばさん昨日も家に残ってたよね?」 なんで何年も前から散々言い続けてるでしょ私は認めてないどうしてもやるならあんたたちだけでやりなさいってやっとお母さんが選ばれたのにまだそんなこと言うわけおばさんだってしてもらったくせに今日だってお母さんはずっと準備してるのに 私はあんたたちとは違うの。いいから早く行きなさい。私は状況が飲み込めずにオロオロするしかなく、昼間の不安がますます募っていきました。しばらく二人の言い合いは続いていたのですが、先輩が時計を見て時間を気にしたのか口を閉じ、言い合いは終わりました。 黙って見ていた先輩の父は、途中で先に出て行ってしまい、苛立だった様子の先輩は、バタバタと出かける支度をし、玄関へ向かいました。昨日より気合入るわ。これから何があるかしっかり見ててよ。私にそう言うと、先輩は出て行きました。 先輩の姿が見えなくなったその瞬間、いきなりおばさんが玄関の鍵を急いで閉め、私の手を掴んで居間へ戻りました。そして、私の顔を見つめ、神妙な面持ちで話し始めました。まるちゃん、今から私が話すことをよく聞いて。 もう0時を回ったわね。この後1時になったら、あることが始まるわ。このままだと、あなたは犠牲者になる。思わぬ言葉でした。え、おっしゃってる意味がわかりません。どういうことなんですか詳しくは後で話すから、とにかく、 今は解決するための話をするわ。こうなってしまった以上、あなたはその行事を見なければいけないの。一時になったら二階に行って、部屋の窓から外を見なさい。何があっても最後まで見なきゃダメよ。ただし、声をかけたりしてはダメ。ただ見て、聞くだけでいいの。聞く聞くって何をですか 一体何なんですか歌よ。あの子たちが歌う歌を聴くの。必ず最後まで聴かなきゃダメよ。耳を塞いだりしないで、最後まで。いいわね。もう何が何だかわからず、泣き出したい気持ちでいっぱいでした。何かとんでもないことに巻き込まれてしまったのでは。 どうしたらいいのかと頭がぐるぐるしていました。おばさんは私の頭をそっと撫でながら大丈夫と言ってくれましたが何を信じていいのかわかりませんでした。しかしその間にもどんどん時間は迫ってくる。結局おばさんに言われた通りにするしかありませんでした。 時間が過ぎていくにつれ、私の心臓は破裂しそうなほどバクバクしていました。どうしよう。どうしよう。そうこうしているうちに一時が近づき、おばさんに二階へ行くように促されました。一緒に来てくれませんかとお願いしましたが、 私はここにいるから、歌が終わったらすぐに降りてらっしゃい。くれぐれもさっきいたことをちゃんと守るようにね。が答えでした。さあ、と背中を押され、逃げ出したい気持ちで2階へ上がり、昼間にいた部屋へ入りました。でも、窓の外を見ようとすることができず、ただうずくまって震えていました。 もうやだ。怖い。それだけでした。5分。10分。どれくらいそうしてうずくまっていたかは覚えていません。とても長い長い時間に覚えました。ふと、何かが聞こえてきていることに気づきました。話し声。叫び声。 何かが聞こえる。私は無意識に窓に近づき、外を見ました。窓の外、あの水たまりの周りに、いつの間にか大勢の人が集まっていました。子供も大人も、男も女も、10代ぐらいの子や、5から6歳ぐらいの子、熟年の方や高齢者の方、 二十人くらい、もっといたかもしれません。その全員が、さっきまでずっと雨にでも打たれていたかのように、服も体もずぶ濡れでした。ピクリとも動かず、全員が水たまりを見つめています。そして、何かを話している。 怖さで固まったままその光景を見ていると次第にはっきりと何かが聞こえてくるようになりました不気味に響くその声にすぐにでも耳を塞いでしまいたかったですがおばさんの言葉を信じ必死で耐えていましたやがてそれが何なのかわかりました 歌です。おばさんの言っていた通り、確かに歌を歌っているように聞こえました。何人もの声が入り混じり、気味の悪いメロディーでノイズのように頭に響いてくるのです。何と言っているのか聞こえたままの歌詞はこうでした。帰れぬ子はどこか。 帰れぬ子は池の中。帰れぬ子は誰か。帰れぬ子は何々。帰るの子はどこか。帰るの子は池の外。帰るの子は誰か。帰るの子は〇〇かっこ、こっちは私の名前に聞こえた。 帰れぬ子はどうしてる帰れぬ子は泣いている。帰るの子はどうしてる帰るの子は泣いている。この歌詞が二度繰り返されました。全員がずぶ濡れで水たまりを見つめたままで歌っていました。 誰も大きな声を出しているような感じには見えず、私のいる部屋ともそれなりに距離があるはずなのに、その歌ははっきりと聞こえていました。本当に例えようのない恐怖でした。二度繰り返される間、ただガタガタと震えながらその光景を見つめ、その歌を聴き続けていました。 二度目の歌が終わった途端、静寂に包まれると同時に一人が顔を上げ、私の方を見ました。それは、満面の笑みを浮かべた先輩でした。さっきまではあまりの恐怖で気づきませんでしたが、よく見ると先輩の父もそこにいました。ただ一人、 私を見上げ微笑んでいる先輩に私は何の反応も示せませんでしたしばらくそのままでいると突然そっぽを向きどこかへ歩いていってしまいましたすると周りの人たちも一斉に動き出しゾロゾロと先輩の後へ続いていきました終わったんだ 私はガクンとその場に座り込み、呆然としていました。早く、おばさんのとこへ戻りたい。でも、体が動かない。頭がぼーっとなり、意識を失いそうにふらふらしていたところで、おばさんが2階に上がってきてくれたのです。終わったね。怖かったでしょう。よく耐えたね。 もう大丈夫よ。もう大丈夫。そう言いながらおばさんに抱きしめられ、私は咳を切ったように泣き出してしまいました。何を思えばいいのか、本当にわかりませんでした。少しして落ち着いた私は、おばさんに抱えられながら居間に戻りました。時間はもう、 2時を過ぎていました時間を確認するとまるちゃんホッとしている時間はないのあの子やあの子のお父さんは今日はもうここには戻ってこないけどさっきのはもう一度行われるわえ今度は3時に歌の内容もさっきとは少し違うものになるの ここでぐずぐずしてると、またあの子たちが水たまりに集まってくるわ。そうしたらもう、取り返しがつかなくなる。そんな、どうしたらいいんですか私はどうしたら落ち着いて。今から私の家に行くわ。この町を出て、少し行ったところにあるから。でも、あなたが持ってきたものとかは諦めてちょうだい。 持ち帰るとかえって危険だからね詳しい話はそれからにしましょうさあすぐ行くわよ言われるままに私とおばさんは家を飛び出しそこから少し離れた空き家に止められていたおばさんの車に乗り込みその街を後にしましたどこを走っても同じ景色に見え 迷路から抜け出そうとしているような気分でした。一時間ぐらい走ると、ようやくおばさんの家に着きました。中に入り、ある部屋に案内されたのですが、その部屋の中を見て、再び恐怖が全身に広がりました。茶部台しかないその部屋の壁一面、 天井にまで、お札がびっしりと貼られていたのです。異常としか思えませんでした。もしかして、私は騙されているのではおばさんも何かとんでもないことに加担している一人そんな考えが頭をよぎりました。次々と意味のわからない状況が続き、 自分以外のものに対して不信感が募っていたのかもしれません。そんな私の心を見透かすようにおばさんは言いました。いろいろと思うことはあるでしょうし、恐怖もあるでしょうけど、この部屋でなきゃ話はできないのよ。ごめんね。我慢してね。おばさんは私をゆっくりとちゃぶ台の前に座らせ、 自分は真向かいに座りました。そして、話してくれました。ここからはおばさんの話を中心に書きます。ほぼそのままです。何から話せばいいのかしらね。〇〇ちゃんはそもそもあの子からなんて聞いてどうしてあの町へ来たの 毎年面白い行事があるから見に来ないかって誘われたんです。街の中から一人が選ばれて、その人のために行われるものだって聞きました。それで今年はお母さんが選ばれたって。期間は三日間で、今日は二日目っていうのは聞いた初日から来れないかって誘われなかったああ、聞きました。 初日から見せてあげたいからそうしようかっていう話もあったんですけど、私が断ったんです。あまりお世話になるのも悪いと思ったので。そっか。あの子があなたに言ったことは全部そのままね。あれは毎年選ばれた人のために行われるもので、今年はあの子の母親が選ばれた。一日目から見せたいと言ったのは特別な意味があったから。 どういうことですか〇〇ちゃん、今日、一度でもあの子の母親の姿を見た見てないわよね。それどころか、どこで何をしてるのかも、あの子は具体的に話さなかったでしょ当たり前なのよ。あの子の母親、つまり、私の妹だけど、 死んでるんだから。何年も前にね。えあの子が学生の頃だったから、もう随分前よ。だから、あなたが話を聞いた時も、最初からあの子の母親はいなかったってこと。そんな。だって、それじゃあ選ばれたっていうのは何なんですかさっきのことは何なんですか あれは死人を生き返らせるためのもの。選ばれたというのは生き返るチャンスを得たということなの。毎年死んだ人間の中から一人がそのチャンスを得られる。ただし、それを家族が望んでいなければダメ。望む場合は庭とかに大きな穴を掘ってその意志を示すの。選ばれた場合、 知らない間に穴に水が溜まっていって大きな水たまりができるの。これは1月2日から12月1日までの間時間をかけて起こるわ。それによって選ばれた者の,の家族は29から31日の3日間さっきのあれを行う。 そして1月2日から水がなくなり、また時間をかけて別の人が選ばれるのよ。さっき歌を聴いたわよね。最後まで聴いたわよね。どんな内容だったか言ってみてくれる前述の歌詞をおばさんに伝えました。おばさんの話では、帰れぬ子は選ばれた死人の名前。 カエルの子は犠牲にする者の名前だそうです。選ばれた死人を生き返らせるには、犠牲とする誰かに3日間歌を聴かせなきゃいけない。あの子が初日から見せたいと言ったのはそのためよ。歌は1時から2時、3時から4時の間で、それぞれ内容が変わり、各2回ずつ歌われる。 三日間で六つの内容の歌が十二回歌われるというわけ。さっきあなたが聞いたのは三つ目の歌ね。六つ目、十二回目の最後の歌を聴かせた後、その人をあの水たまりに突き落とすの。這、はい上がってくるのはその人ではなく、選ばれた死人。犠牲になった者は二度と帰ってこないわ。 そうやって生きていた誰かの代わりに死んだ誰かが戻ってくるのよ。と言っても、今の人たちは弔いのつもりで形だけ行うことがほとんど。ここ何年かで本当に生き返らせようとしたのは今回だけ。というより、あの子だけと言った方が正しいかもね。あの子は母親に固執してる。 何年経っても断ち切れないでいるの。母親が選ばれたと分かった時からあなたの話が出てたわ。どうしてあなたにしたのかはわからないけど、あの子はあなたを犠牲にして母親を生き返らせるつもりだった。本来なら二日目に来たという時点でこれは成立しないはずだったのよ。三日間のどれが欠けてもダメだからね。でも、 雨が降ったのがいけなかったわね。歌も含め、これらのことはカエルの歌って呼ばれてるわ。元は昔から祀られている何かに関係するものなの。死人を生き返らせるなんてぐらいだから、霊とかそんな次元じゃないかもね。その何かは雨を好むって伝えられてる。三日間のうち、 一日でも雨が降っている中でカエルの歌を行うと、とにかく、昨日雨が降ったことで、あなたが一日目にいなかったというのは意味をなさなくなったの。本当なら、ことが済んだ三日目に現れるはずのあの子の母親が、昨日の時点であの水たまりにいたからね。あなたが最初に見た時も、さっきの歌の時も、水たまりからじっと、 とあなたを見つめていたのよ。お母さんが準備してるっていうのは、そういう意味だったの。多分、これからもあの子は諦めないわ。またいつか選ばれるのを待ち続ける。だから、あの家の水たまりの穴がなくなることはないでしょうね。ここで、カエルの歌の話は終わりました。 話を聞いたことである疑問が浮かびましたが聞けませんでした。もしそうだったら正気でいられないかもしれない、そう思ったからです。この夜はおばさんの家に泊めてもらい、朝になって私の家まで送ってもらいました。別れる際、おばさんに言われました。 明日から新年だけど、その一年間は雨に濡れないようにしなさい。雨の日は外出自体控えた方がいいわ。生活は大変になるでしょうけど、必ず守ってね。その一年を過ぎればもう大丈夫だから。もし、どうしても何か心配なことがあったら、私のところにおいで。怖い思いさせて、 本当にごめんなさいね。元気でね。休みが明けた後、しばらく先輩は会社に出てきませんでした。お母さんが亡くなったと連絡してきたそうです。私はその年に会社を辞めました。おばさんに忠告された通り、 雨の日には一切外に出なかったので続けられなかったんです。突然雨が降るかもわからないのでその一年間は実家で引きこもりでした。なお、私が辞めるのと入れ違いで先輩は復帰されて今もその会社に勤めているそうです。とても会う気にはなれませんでした。今私は 普通に暮らしています。